イケルガン賞、ソンガンショーは、東、シナ海にある暗礁。イケルガンショーは中華人民共和国における故障であり、大韓民国では、リ、オジマ、ヨード、ハロー島、パランドと故障している。英語名は、ソコトライワである。イケルガンショーは東、シナ海の後海より、ユーラシア大陸の大陸北上に存在し、その岩頂が干潮時にも、 海面下4.6メートルの海中にある暗礁である。現在韓国と中国が共同管理する暫定経済水域内にあるが、両国は互いに自国の EEZ 内にある水中暗礁であると主張している。韓国がこの暗礁を基礎に海上へ海洋調査施設を建設したため、中国は韓国に対し一方的な建設を中止するよう抗議している。 中国の古書、三海領、全475年百221年成立に、東海の外、大太の中、有三名岩喰天宗山と記載されている。このける山とは、ける岩礁のことであるとされる。近代に入って、この岩礁を初めて確認したのは、1900年の英国船、ソコトラ号である。この岩礁は、 中間間の中間線の韓国側に位置しており、1952年に韓国により李正万ラインが発表された際には、岩礁は発表した韓国領海内に位置していた。この岩礁について2006年頃、韓国外交部は明らかに韓国の領土と主張していたが、その後中国側はこの水域に位置する蘇岩礁への韓国の領有権主張や建造物の 建設に対し抗議。2006年9月、中国外交部は韓国がこの暗礁を基礎に、海上へ海洋調査施設を建設したことについて、蘇岩章は国際法上島ではなく東、シナ海北部の水面下にある暗礁である、東、シナ海北部海の暗礁地帯である、この海域をめぐって、韓国との間に領土紛争は存在しないとし、韓国側の一方的な行動は全く、 法律的効力がないと主張している。その後、韓国の e ッ z 内にある水中暗礁との主張になり、2013年には韓国外交部は領土ではないと、その主張を変更した。韓国側の名称、リ・小島について韓国は、島という名称は、象徴的な意味に過ぎず法的な地位は暗礁であるとし、都市と国土によれば、蘇暗礁リ・オ島は、 国際法上領土と認められないため、領有権を主張したり EEZ を設定することはできないとしている。国連海洋法条約、中国、韓国ともに批准しているでは、海面下の岩礁、暗礁は領土として認められていないため、基本的には、両国の中間線が排他的経済水域の限界となる。この原則からすれば、イケル岩礁は、 韓国の EEZ 内にあり、韓国の人工的建造物の設置は認められる。ただし、その建造物に対しての了解や EEZ は設定できない。しかし、中国は中国側の大陸方の伸びる、この水域において、韓国と EEZ の確定をしていないため、現在、行ける岩礁は、現在中間両国の暫定的経済水域内となっている。 最終島民の伝説に出てくる幻想の島、悲願の島として知られている。韓国にはこの暗礁付近に来て、漁をし、オ島を見た者は、生きて、港に帰ることができないという伝説がある。これは、悪天候で、海が荒れるとこの島が、波浪の底部分から姿を見せるが、当時の漁船では、そのような海上状況で無事に帰ることができなかったためであろうとしている。 近畿 A 監督の1977年の映画、伊予島、ビオドは、この伝説をモチーフにしている。しかし、伝説と、リオ島を結びつける証拠は見つかっていない。また、最終島付近に、ハロー島、パラン島という島があると言われ、これを実存の島、または想像の島、艦潮の時に少しだけ現れる島という話があり、韓国の学者たちが、海軍艦艇で探した上、 創造島と断定して帰ったことがあった。なお、パランは朝鮮語の語語である。朝鮮語で、海の15世紀後は、パラルであり、最終方言では、名詞の語尾に南高外美音をつけることが多いことから、パラルでパランになったとし、神話上の海中理想国と関連させる指摘がある。その後、1984年に、最終大学が、リオ島を探査し、 ハロー島と命名し、伝説と結びつけられた。2001年に、韓国地質学会がこの暗礁を、リオ島と命名し、ハロー島は公式名ではなくなったが、さらに北東 4.5km 地点に、中国が暗礁を発見し、低岩礁と命名すると、韓国政府はそれをハロー礁と命名した。リオ島の韓国側の別名とされている、ハロー島は、もともと、 韓国がサンフランシスコ条約締結以前に、津島、波浪島、竹島は韓国領土であるとする意見書をアメリカ合衆国に提出。津島は日本領であることが明らかで、竹島についても韓国が支配した過去はないとして、アメリカ合衆国連邦政府は拒絶。波浪島はそもそも実在しない島で、韓国は米国側に位置を尋ねられ、 日本海にある小島などと返答し、島の捜索を始めた。韓国政府は、その後、当初の日本海にあるとの説明を一転させ、東、シナ海にあるリオ島をハロー島と主張するようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。